この車の維持は高くつく。この車の維持は高くつく。準備ができるまでちょっと待ってくれ。準備ができるまでちょっと待ってくれ。友達を家に招待する。友達を家に招待する。部屋の整理をした方がいいよ。部屋の整理をした方がいいよ。こういうわけで私は猫が嫌いなんです。こういうわけで私は猫が嫌いなんです。私は毎月借金の返済をしなければならない。私は毎月借金の返済をしなければならない。怒りっぽい客、怒りっぽい客。質問に答えることを避けた。質問に答えることを避けた。カメラをそこへ置いておくと盗まれるかもしれないよ。カメラをそこへ置いておくと盗まれるかもしれないよ。その店は日曜日は閉まっている。その店は日曜日は閉まっている。あまり医療費の頼りすぎはいけない。あまり医療費の頼りすぎではいけない。11時近くだ。そろそろ寝る時間だ。11時近くだ。そろそろ寝る時間だ。使うようにしなさい。使うようにしなさい。仕事を失っても僕は長期に頼ることができる。仕事を失っても僕は長期に頼ることができる。金曜に夜中まで働いたせいか、とても眠いです。金曜に夜中まで働いたせいか、とても眠いです。その姉妹はよく理由もなく喧嘩をする。その姉妹は理由もなく喧嘩をする。学校の成績は普通でしたよ。学校の成績は普通でしたよ。質問に答えることを避けた。質問に答えることを避けた。非常の場合に備えなければならない。非常の場合に備えなければならない。彼女は若い頃美しかったに違いない。彼女は若い頃美しかったに違いない。商売を始める。商売を始める。私がちゃんとやるから。私がちゃんとやるから。彼は急げとは言われるのを嫌がる。彼は急げと言われるのを嫌がる。君は両親に頼りすぎだよ。もっと自立しなきゃ。君は両親に頼りすぎだよ。もっと自立しなきゃ。すき焼きはどんなざるを使うのですか？すき焼きはどんなざるを使うのですか？その困りごと。その困りごと。最悪、朝から自宅 Wi-Fi がつながらなく仕事ができない。最悪、朝から自宅 Wi-Fi がつながらなく仕事ができない。初めて見ました。初めて見ました。このビーフステーキはいい匂いだ。このビーフステーキはいい匂いだ。この公園は全ての人に誤解されている。この公園は全ての人に誤解されている。あなたはどのくらいの、神戸に住んでいますか？あなたはどのくらいの、神戸に住んでいますか？このバスに乗れば空港に行けますよ。このバスに乗れば空港に行けますよ。運転しているときは道路に遅滞すべきだ。運転しているときは道路に遅滞すべきだ。あなたはもっと注意しなければならない。あなたはもっと注意しなければならない。評判は悪くなった。評判は悪くなった。何が起こるか誰にも予測できない。何が起こるか誰にも予測できない。ハワイに何度もいたことがある。ハワイに何度もいたことがある。引き分けに終わった。引き分けに終わった。あなたが一番好きなワイシャツを選んでください。あなたが一番好きなワイシャツを選んでください。見かけほど単純ではない。見かけほど単純ではない。10時までに帰ってくると約束してくれるのなら解説してよろしい。11時までに帰ってくると約束してくれるのなら
外出しているよろしい。彼の性格は子供時代に作り上げられた。彼の性格は子供時代に作り上げられた。他人に頼らなければならないことがよくある。他人に頼らなければならないことがある。地元の店は観光客相手に順調な商売をしている。地元の店は観光客相手に順調な商売をしている。このコンピューターは給料で効率がよく使いやすい。このコンピューターは給料で効率がよく使いやすい。私の父は酔っ払を軽蔑している。私の父は酔っ払を軽蔑している。仕事は続けないと。夏休みにどこに行くかまだ決めていません。若者は自分が追い求めているものが分かっていないようだ。あの巣には耐えられない。現地企業でのインターンシップを体験する。収入が増えれば増えるほど消費も一層多くなる。免許に支持しなさい。長期に滞在するつもりですか？体重が増えています。私は何度もやってみた。コンビニで支払う。トランプアメリカ大統領が新型コロナウイルスに感染したことが12日明らかになった。症状にかかわらず、一定期間の隔離を容疑なくされよ。大統領らが感染しながら執務を続けた。慌てることはあるまい。トランプ氏が一刻も早く回復することを祈りたい。ただし、前大統領の不在への備えは必要である。残り2回が今月15、22日に予定されている。場合予定には、間に合わないこともあります。コストを下げるために、ここの部品を買いました。あの、実は今別の仕事を頼まれています。確認させてください。それでは、まず、ここにゴミを捨ててもいいですか？使わないでください。しばらく前、私のルー数中に何か起こったようなことを言っていたね。
彼女に対して何も文句はありません。全然ありません。彼女に対して何も文句はありません。全然ありません。学校ではそんでばかりいて、全然勉強しませんでした。学校では遊んでばかりいて、全然勉強しませんでした。私は1年前には全然日本語が話せませんでした。私は1年前には全然日本語が話せませんでした。彼らには全然わかっていないらしい。彼らには全然わかっていないらしい。全然気づいていなかった。全然気づいていなかった。今日は全部で何人来る予定ですか？今日は全部で何人来る予定ですか？今年も北海道を旅する予定です。今年も北海道を旅する予定です。訪問する予定です。訪問する予定です。弟は私より頭がいいです。弟は私より頭がいいです。ここは気をつけて。ここは気をつけて。最初に読んだとき私は泣いたよ。最初に読んだとき私は泣いたよ。最初に会ったときから、最初に会ったときから、最初に日本にいたのは、最初に日本に行ったのは、答えたくないとき、答えたくないとき、運動を始めると悩みはすぐに消えてしまう。運動を始めると悩みはすぐに消えてしまう。それは知らなかった。電話してくれてよかった。それは知らなかった。電話してくれてよかった。電灯がついていない。田中さんはもう寝たみたいだ。電灯がついていない。田中さんはもう寝たみたいだ。怒ってるみたい。怒ってるみたい。お願い。もう何も言わないで。お願い、もう何も言わないで。養っていかなくて、養っていかなくて。勉強の瞬間がないから、勉強の瞬間がないから、彼が来ると予期している。彼が来ることを予期している。お腹いっぱいもうこれ以上食べられないよ。お腹いっぱいもうこれ以上食べられないよ。それには興味がなくなった。それには興味がなくなった。やり方をしている。やり方をしている。あなたを私の両親に紹介したい。あなたを私の両親に紹介したい。私たちは順番に事故を紹介するよう言われた。私たちは順番に事故を紹介するよう言われた。大学を卒業した後はどうしたいのですか？大学を卒業した後はどうしたいのですか？支配人が外出し中だったので私が彼の保証に伝言を残した。支配人が外出し中だったので私は彼の秘書に伝言を残した。この請求書の支払いは今日になっています。この請求書の支払いは今日になっています。彼はお世辞が得意です。彼はお世辞が得意です。部屋に入る前に靴を脱ぎなさい。部屋に入る前に靴を脱ぎなさい。この仕事は君に任せるよ。この仕事は君に任せるよ。この労働者たちは道路を建設している。この労働者たちは道路を建設している。宿泊をもう一番延長できますか？宿泊をもう一番延長できますか？一番近い薬局はどこにありますか？一番近い薬局はどこにありますか？私たちの先生は講義中に学生に質問をさせるのを嫌がる。私たちの先生は講義中に学生に質問させるのを嫌がる。あなたはもっと注意しなければならない。何がなくなっているんですか？何がなくなっているんですか？明日彼はあなたの訪問しないでしょう。明日彼はあなたを訪問しないでしょう。
今夜は二人の友人を自宅に招き飲み会です。今夜は二人の友人を自宅に招き飲み会です。コーヒーがに悪い影響を与えることがあります。コーヒーがに悪い影響を与えることがあります。早くこのビールから脱出しなきゃ。早くこのビールから脱出しなきゃ。脱出するのは不可能。脱出するのは不可能。こんな部塾は初めてだ。こんな部塾は初めてだ。あなたは日曜日に何をしますか？あなたは日曜日を何をしますか？その日々は一週間有効です。その規模は一週間有効です。何よりもまず、老人に親切にするように努めなさい。何よりもまず、老人に親切にするように努めてなさい。彼は繰り返し同じ話をし続けた。彼は繰り返し同じ話をし続けた。彼はどうしたらいいのかわからない様子だった。彼はどうしたらいいのかわからない様子だった。彼の息子たちはしつけがちゃんとできていない。彼の息子たちはしつけがちゃんとできていない。その会社は技術によって多額の利益を得た。その会社は技術によって多額の利益を得た。もし眠るといけないので、目覚まし時計をセットしなさい。もし眠るといけないので、目覚まし時計をセットしなさい。2週間同じホテルに滞在します。2週間同じホテルに滞在します。早く帰宅するように彼に注意しなさい。早く帰宅するように彼に注意しなさい。7時間には起きなければいけなかったんじゃないの？ 7 時間には起きなければいけなかったんじゃないの？ いつまで日本にいるの？ いつまで日本にいるの？ 健康に悪い。健康に悪い。今年の売り上げは倍増と見込んでいます。今年の売り上げは倍増と見込んでいます。あなたは横断歩道ではもっと注意すべきだ。あなたは横断歩道でもっと注意すべきだ。私は自分の生活費を稼がなくてはならない。私は自分の生活費を稼がなくてはならない。最近食欲がないのです。最近食欲はないのです。彼を探し出す可能性はない。彼を探し出す可能性はない。良い仕事を提供した。良い仕事を提供した。彼の契約はもう1年間有効だ。彼の契約はもう1年間有効だ。私たち経費を切り詰めなければならない。私たちは経費を切り詰めなければならない。私が訪問したとき、彼女は留守だった。私が訪問したとき、彼女は留守だった。実行は元も予期していないときに送るものだ。実行は元も予期していないときに送るものだ。そんなにゆっくり宿題もやっていたら明日になっちゃうよ。そんなにゆっくり宿題をやっていたら明日になっちゃうよ。何度も読みなさい。何度も読みなさい。もう1時間も待ってるんだけど、もう1時間も待ってるんだけど、タバコを吸ってもよろしいですか？タバコを吸ってもよろしいですか？労働者たちは賃上げを要求した。労働者たちは賃上げを要求した。この情報をすぐに提供してくれ。この情報をすぐに提供してくれ。カーテンの後ろに隠れるよ。カーテンの後ろに隠れるよ。今は宿題をやる気がしない。今は宿題をやる気がしない。卒業したらどうするつもりですか？卒業したらどうするつもりですか？夜遅く寝る。夜遅く寝る。
新しい仕事はうまくいってますか。その学校は外見が刑務所に寝ている。あまり自分を責めないで。今は宿題をやる気がしない。私はパスポートを更新しなければならない。あなたは昔と全然変わっていない。車を買うかどうか決める前に費用を計算しなさい。夢を諦めない。息子のフィリピン人の友人からの情報。私の家事は皿を洗うことです。厳しい規則。旅行の費用を計算した。用事から判断すると彼は機嫌が悪い。人を外見で判断すべきではない。利用も間に合ってないし、やばいよ。いろいろとできることはありますね。私の育ち中に電話あった。彼は怖がって泳げない。父は毎週給料の一部を銀行に預金する。ダーンはよくお母さんに叱れる。私は毎晩熱いお風呂に入るのが好きです。彼はそんなに長く待たせれるのに耐えられなかった。彼女の服は正式なパーティーでは場違いであった。試験の成績を心配している。あの男は明らかに我々を騙している。私の部屋は少し狭いけれども快適である。その犬のためには私は彼の家へ近づけなかった。君が助けてくれるという条件でそれをやります。たとえどんなことがあっても諦めません。どうしたらいいのかわからなかったので助けを求めた。毎月何回ぐらい君は映画へ行くか。大抵の人は60歳で退職する。私は勉強しなければならないですか。一緒に飲みたくないんだよ。何が起こるか誰にも予測できない。ストレスからの解放。今日も明日も来週も。
ステレスからの解放。今日も明日も来週も。身なりが貧しいからというだけで人を軽蔑するな。身なりが貧しいからというだけで一人を軽蔑するな。天気が急に変化した。彼の契約はもう一年間有効だ。彼は昨夜遅く帰宅した。その映画を見て初めてその俳優を知りました。私が訪問したとき、彼女は留守だった。母は毎月の支出を計算した。あなたは夜外出してはならない。